こんばんは。マスゲンさん、こんばんは。はい、どうも、こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。こんな出会いがあるとは思いませんでした。マスゲンさん、これ10万振り込まなきゃいけないんですか、俺。当たり前でしょ。当たり前か。スーパースター来てるんすか。そうやな。いいよ。さあ、この高橋くんのところに。ちょっとやめろやめろ。やめてやめて。最近どうですか、調子は。調子、まあ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 。良くも悪くも。良くも悪くもないですか。そうですね。腹が立つことがある。いや、まあまあ、まあ、そんなにないですかね。ああ、ないんですか、マスケさん。どこまで突っ込んで聞いていいですか。遠慮した方がいいですか。まあ、そうですね。いいんですか、二人きりで。ああ、二人きりで喋って途中から喋りたい人じゃ上がってもらいましたか。あの、カメドンさんとか、あれ、うんうんうん、パンダクッキングさんは、あれは視聴者の人ですか、うん、そうそうそう、視聴者の人。会ったことはないんですか。ないないない。最近よく来るの。この、1000人切っちゃっても、動画出してもさ、マスゲンさん、1000回いかないんだけど、これおかしくない？これ何がダメ？教えて。これはもう認めてる。俺の頭が悪いのも認めてるんだけど、はいはいはい、認めたけど、はいはい、何がダメ？いや、まあ、需要が全くないんでしょうね。でしょ？と、はい、やっぱり、俺の分析では信用を失ってる感がある。いやー、じゃない。それは違いますよ、多分。いや、だから、本当に好きな、バスが、釣りが好きな人でないと分かるでしょ、そういうのは。それじゃないかなと思うんだけど。だって、Kさん、マスゲンさんって結構バス釣り好きでしょ、本気で。はいはいはい。最近飽きてきた？いや、全然飽きないですね。でしょ？で、俺は 5% くらいしかないから、その、好き度具合がね。そこで、なんやこいつ、バス釣りを冒涜してるみたいな声が多くて、それでリピーターが離れたみたいな分析なんだけど、マスゲン分析は？いや、そこじゃないですもん。だって、高橋さんの向きが。え？何？いやいや、全力で間違った方向にどんどん進んでいくのが高橋さんの武器じゃないですか。知らん、そうなの。はい、あ、間違ってたん、あの、初期のこと、はい、知ったかとかよく知ってたじゃないですか。あ、してたね、してたね。いや、あれはふざけてたんだよ。いや、だからもう、ああやってふざけていったらいいんですよ。ああ、そうか、そうか。他には他にはでも、ちょっと編集とかもいい加減なのかダメなのかな。まあ、それは多分結構でかいですね。そう、性格なんだよ、あれも。めんどくせえってなっちゃうのよ。で、誰かにやらすとか、そんなのはどうなんですか。ああ、そうか。なるほど。山賊みたいになりましたねって。マスゲンさん、ちょっとこういかつくなったね、久しぶりに見たら。そうですかね、まあ太りましたね。そう、いや、身長あって横があるからさ、うん、なんかプロレスラーみたいな、ちょっとマスゲンさん。そうですね、うん、まあ、うん、ダンディーになってきましたね。ダンディーになって。今後のマスゲンチャンネルの方向性とかどうなんですか。まあ、なるようになるかなっていう感じではありますけど。でもまあ、数字は取れてるでしょ、まあまあね。まあ、まあ、気に入らない？そうですね。え？え？いや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 。数字はでも、まあ、20万再生ぐらいいくようになったでしょ、もう動画を出せば、まあ。まあ。100万再生ぐらいいってほしいですけどね。だよね、俺もそう思う。だから、どうしたらいいのかな。うん。やっぱ女の子、でも、どうなんですか？あんまり聞いちゃいけないかな。女の子もやっぱ扱いづらいでしょう、やっぱり、わがままで。まあ、人によりますかね。あれ、マスゲンさんは何？みんなに結構気使って接してるの？もしくは、おい、高圧的にやっちゃってるの？裏では。
高圧的にやってたらやばいでしょ。ああ、やってない、優しいの女の子。めちゃくちゃ優しいじゃないですか、僕は。いや、わかんない。裏が見えんから、ただ、モッピの顔が、明らかにね、恐怖を感じ取ったの、今回。見てみて、動画を。目が怯え取ったよ。モッピとは仲いいですよ。ああ、そうなんだ。はい。ただ、寒がってただけでしたね。ああ、結構撮影がハードだから、いろいろある。そこでどうしたら100万再生になるのかな。でも釣りで100万は難しいんじゃないですか、マスギン。そうそうね。ねえ、釣りでトップってどんなもんかな、今。畑拓馬さんとか、マスギンチャンネルがトップ釣りで、アベレージ的には。いやー、何をもって釣りとするかって感じちゃいます。釣りを買っちゃいますか、 全体で見たら。ああ、まあでも今は佐賀よかがメインでしょう、釣りよかは、はい。釣りよかさんは。うん。ケイさんとは連絡取ってるの、マスゲンさん。ケイさん、取って。え？年一回ぐらいはコラボしてますけどね。ああ、まあ半年一遍喋るかな、ぐらいの。そうですね、そんな、まあ。特には、うん、そんな仲良しでもないみたいな、実は。いや、仲いいですよ、多分。ああ、仲いいけど、まあまあそんなにしょっちゅうはみたいな。まあそんなしょっちゅうコラボしたところでっていう感じですかね。うんうん。ぶっちゃけて言うと、もうあんまりコラボ自体にはうまみがないというか。そうやね。だからこそコラボをちょっともう極力減らしてって、うん、1年に1回ぐらいポンってするからこそ。価値が出るみたいな。というか価値が出てくるかなって感じですかね。うん。マスメンさん、金入ってきた？金。まあ。いや、モンベル。あ、でも、そうも儲かってないんだ、実は。みんなさっき年収5000万あるんじゃないかとか言ってる人いたけど。いや、全然ですよ。うん。ちょっと、もらってるサラリーマンぐらいですよ。ああ、そうなんだ。はい。でもあれだよね、マスゲンさん的に結構完璧を求めるから、適当な動画は出したくないから、まあまあ本数的にもまあ10本とかでしょう、多分。10本も出してないですね。8本ぐらい。よくて8本ぐらいちゃいます。うん。多分そこはどうなんだろうね、クオリティ下げたら、アベレージが落ちるのか。まあそこは、試してないんでやってないですけど、でも今、うんうん、クオリティの方が大事なんじゃないかなとは思ってますけどね。確かに確かに、クオリティが落ちるとね、視聴者離れになる。でもなんか女の子だけで釣り行ってもなんか伸びそうじゃない、普通に。まあそういうのも試してみるのもいいかもしれないですね。うん。マスケさん怒ってるの？全然怒ってないです。それ、癖なの？多分俺ね、マスゲンさんそこで結構損してるような気がして。はい。結構顔が怒り顔でしょ？そうですね。ねえねえ、だから笑顔が少ないっていうか、その。損してます、僕は。損してると思うよ、俺。怒ってるとよく思われてるみたいです。そう。あれじゃない、前、初めて会った時にさ、はい、これ言っちゃいけないかもしれないから、なんか、俺コミュ障なんだとか言ってたじゃん、その、昔。はいはいはい。やっぱそういうのがあるってこと？コミュ障。まあ、めちゃくちゃありますよね。嘘。ほんで結構、何高橋さんはないんですか？俺は治ってきたかな。あるよ、もちろんあるんだけど、おっさんになるにつれ治ってきたかな。そんなにはないかな。うん。すごい俺も人見知りだったの知ってる？知らないと思うけど。真っ暗な青春時代を送ってたから。暗闇の青春時代。病気になっちゃってんの、精神的な。あ、そうなんですか？そうそうそう。知らないの？あ、でも、そうそう、監目って言って病気っていうか、言葉が喋れなくなる病気があるんですよ、その、ホルモンの関係で。だからもうもっと極度の、だから、1年間言葉を発せないみたいな。何歳ぐらいの時ですか、それ。15歳。
だから、1年間喋ってない人間がいきなり一言喋ったら、うわ、喋ったみたいな。うわ、この人喋るんだみたいな。もうみんながこう、ちょっと気使って接するみたいな。精神病だよね、多分ね。喋れないんだから。うん、まあでも治っちゃうよ、そんなの。マスケさんも暗黒の何青年時代だったの。いやーまあ、うん、まあこんな暗黒かどうかわかんないですけど、まあまあ暗黒までは言ってないですけど、まあ黄ばんだ、黄ばんでる、薄汚れた青春時代ではあったかもしれないですね。あ、内向的だったのマスゲンさんね、10代。そうですね、内向的って。そうですね。あ、おいで、まあでもなんかお笑いに行った時点でそういうお、なんか明るい面も持ってたってことでしょ。ああ、かもしれないですね。わかんないです、うん。今でも、うん、暗いって言われることもありますしね。あ、そうなんだ。いや、やっぱあれかな。幼少期の頃の心の傷みたいなのが、やっぱりその人を信用できないとか、やっぱり壁を作ってこいつ嘘ついとんちゃうかとか、疑っちゃうんじゃないかな、脳で。かもしれないですね。うん、そんな気がする。解放、だからあの映像に出てる時のあれが本物のマスゲンなんじゃないの、あの、おい、本来の。ああ、そうなんすか。じゃないかな、多分。でもやっぱ常日頃やっぱりその幼少期の、わかん、何があったか知らないけど、警戒するようなので、ちょっと人間嫌いになってるのかなって見えるんだけど。ああ、まあ。一人好きですからね。え？一人が好きですからね。ああ、そうなんだ。はい。あ、そうなんだ。一人が好きなんだ。じゃあ、なんか、飲み行こうとか、飯食い行こうとかいうのあんまりないみたいな、マスゲンさんのプライド。たまにですかね。ああ、たまにで、結構、あとは一人で。一人で、まあ、家にこもって。こもってっていうのが多いですかね。釣りはどのぐらい行ってるんですか、今。いや、でも、週2、3ぐらい行ってますよ。ああ、週2、3ぐらいで。なるほどな。秋の恒例コラボとして師匠と K さんとのコラボをお願いしますと、パンダクッキングさんから来てます。いや、ちょっと俺の格が低すぎちゃって、ちょっと、これ微妙やな、言うて。いやいや、だから。気使っちゃうんです、気使っちゃうね、俺も。金を払わないのに、金を俺は払わないかんのか。いや、当たり前でしょ。当たり前なんかい。いや別にいいんだけど、金とかはいいんだけど、あれは別にいいけど、払ってあげてもいいけど、いややっぱ僕と K さんに10万円ずつ、ちょっと高くねえか、お願いしますね。いや、やっぱでもやっぱり遠慮しちゃうんだよね、やっぱりこの1000人ずつ、もう再生回数1000回って、もうおかしいでしょ。1000回って。そうすると、ちょっと、距離を取らないといけないな、みたいな。これがまた、もし、マスゲンと高橋が、これ、同格だったらね。そしたら、おう、どうも、みたいな感じなんだけど、俺も。まあまあ遠慮しちゃうね。なんかちょっと、微妙な感じだよな、つって。なるほど。そう。昔の高橋さんやったら遠慮はしてなかったんちゃいます？いや、俺は、常識人だから、もともとが。誤解してるんですよ、あなたがね。あ、本当ですか。そうそう、その、まあ、情緒不安定な時もあるけども、もともと常識人だから、誤解されてるんじゃないかな。幻想というか、その昔のとか言うけど、変わってないから。え？え？動画はでもだいぶ変わりましたよね。あ、じゃあ変わってるのかな、自分気づいてないだけで。はい、うん、確かにその、本当に腹が立たないことが多いかな。なんか、高校じいさんみたいになっちゃってるんだけど。まあでもよく言ってる暴言に関しても、ね、うん。ただ口が悪いだけじゃないんですよね、高橋さんって。え、なんなんすか？その口が悪い中にもワードセンスが光ってるんですよ、高橋さんは。いや、だから30代の頃はね、俺結構レベル高かったと思うのよ。俺結構俺いけてるなと思って。ただ、もう今はね、体もちょっと悪いし、はい。そうそう、その、キレがないというかね。うん、
そうなんですよ。ここに来ての顔出しはないんですか、高橋さん。出してもしゃあないでしょ、俺の顔。もう歯もないしさ、あれ前歯もねえし、マジで老人なんだって、ひげ。前歯どうしたんですか。いやいや、歯が折れたんだけど。虫歯ですか。そうっす、虫歯で折れたのと、あともうひげも生えちゃって、6年前は白髪なかったんだけど、もう今白髪だらけだから。おじいさんだよ。顎ひげ真っ白。その、口ひげと白あるやん。真っ白。こんなに来るって感じで、この5年で。もう画面に。まだでも、高橋さん、まだでも40代ですよね。47。あ、もう、年齢はもうガンガン言っていくスタイルですか。そう、言ってる言ってる。もう、隠し事ないよ。47。もう、松井さんの年齢も知ってるよ。見ちゃったなんか あなたは秘密でしょ。いやまあ秘密っていうか結構バレてますけど。バレとるって、うん、そうそう、なんか出てきたもん、うん、顔出ししてもダメでしょ。いやまあまあ今のは冗談で言ったんですが、うん、でも高橋さん狙ってるんですか、もっと上を。っていうか、まあ100万人になりたいけど、まあとにかく伸びないよね、動画がね。特にこのチャンネルなんか終わってるチャンネルだから、やっぱよっぽどしっかりしたものを動画作っていかないと、そう、伸びないんじゃないかな。もう伸ばしたかったんですか、高橋さん。いやいや、伸ばしたいっていうか適当にやってきたよ、ずっと適当にやってきて、まあでもちょっと伸びればいいなと思って、なんか引退とかやるたびにどん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 アベレージが減ってって、釣り以外のことしちゃうじゃん、常に。この動画出しても1000回というこの悪循環は良くないと思ってるって感じですか。いやだからまず1万回に戻して、はいはい、でチャンネル登録も何かの間違いで伸びたら、もうちょっと例えば計算、まあ動画出したら3万回いけるレベルにまでいかないと1000回ではね、はい、毛ガニおじさんと一緒だから今。だからいいじゃないですか。いやだからそうなんですよ。やっぱ丁寧な動画作りせんとダメだね、うん、まあ今はそうかもしれないですね。ほんとそうやと思うよ。いい加減な動画、あ、釣り以外の動画ばっか出すとあれもかなりダメだね。やっぱ釣り系の動画にしないと。まあ松源さん、ちょっと質問していいですか、質問コーナーで。はいはい、答えられる、ノーコメントならノーコメントでいいです。はいはい、松源さん、彼女さんの方はそろそろおごとおごってもらいましょうか。いや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 、だから別にいいけど、おごるのはいいけど、金持ってるからね、俺悪いけど、ちょっと嫌味だけど。だからああ、ノーコメントね。そろそろ好きな人と、はい、好きな、これもちょっとノーコメントでもいいです。好きな人は松木さんいないんですか。好きになるでしょ、好きにならないの。いやいや、だって釣りガールでもさ、あんだけいたらさ、はい、お、ちょっとこいついいなとか出るじゃないですか。終わる悪くねえな、みたいな。ちょっとワンチャンあるかな、みたいな。いや、釣りガールに関してはもう、なんていうんですかね。あ、商品って思っちゃってる。商品っていうか、まあ、仕事先の人みたいな。わかります。え、でもそれで好きな。同僚みたいな。好きにならないですか、そこで。でそれでまあ撮影という仕事をしている感覚に近いのかもしれないです。ああ、そう。だから別にプライベートを過ごしてるわけじゃないんで、うんうんうん、釣りがあるとプライベートっぽくはやってますけどね、うん、まあ僕の中でそういう風にして、まあ、うん、失恋しないようにしないようにしてるのかもしれないです。いや心の中でね。いやいや、そこをどんどん失恋するしかないと思うんですよ、僕は。あの彼女がいないならばね、多分結婚え何何ですか。ガンガン行く 方がいいってことですか。そうそうそう、だから そこがまだその振られた経験が多分あんまないと思うんですよ、行かないから。はいはい、だからとりあえずガンガン僕はぶつかって幸せな結婚生活、やっぱ結婚考えないです、もうそろそろ結婚するのはもう今ぐらいじゃないですか。ああ、そうなんですかね。え、逆に高橋さん結婚はもう。もう俺はオナニーばっかして生きてる、決めたから。あ、そうなんですか。そう、もうオナニー専門。
それは無理にしようと思ったらできるけども、まあ、めんどくせえなっていう感じになっちゃったかな。やっぱその、なんていうのかな、その、若い時は結婚したいとか気持ちがあるけどさ、47になってくると、今からちょっとめんどくせえな、みたいな。まあいいや、オナニーで、つって。で、俺も結構あり人間嫌いなとこあるから、もうめんどくせえな、つってなっちゃうわけ。はい。なるほど。いや、マスゲンさんには幸せなね、結婚生、結婚。あまりこの話題良くないですか？いやいや。いや別にあんまり広がらないなとは思ってますけど。いや、俺はね、興味あるのよ。結婚しないのかなと思って。あんまり良くがないんかもしれないですね、そういう。と。なくはないんですけどね。あるでしょ、その夢の生活が。夢というか、まあ恋愛は楽しいでしょ。でも恋愛したら、いや、それもあんまないですね。あ、ないんだ、マスギンさん。やっぱり俺はもう当たって砕けろの精神で。でも正直今知名度もあるし、正直彼女を作ろうと思って行動したら結構すぐできちゃうと思うんだけど、出会いがでもないですもん。え、じゃあやりましょうよ、この玄ちゃんの恋人と探したいで。これ盛り上がると思うけどな。何かさ、動画ですか？どう、もちろん。動画で、その、彼女募集、結構苦行かもしんないけど、本人は。いやー、結構嫌ですね、結構。だから、じゃあ付き合うんじゃなくて、もちろんそんなもんセフレに決まっとるやろうかなって話で、で3人セフレを作って、おいで、そいつらと行動しながら、で、セフレを好きになっちゃうことがあるのよ、これが。何よ、好きになっちゃったみたいな。そしたらそっから3人から、1人、じゃあ付き合ってやるよと。このセフレ募集で動画作るんですか？いや、だから恋人募集でもちろん3人やでと。で、3人付き合ってるからと。ほいで、体の相性とかいろんなもん見て、まあ、車選びみたいなもんじゃないですか。ちょっと女性が聞いたら怒るけど。俺やっていいでしょ、俺の企画力。あ、俺企画力結構行動力ないけど、企画力あるんですよ。これネタ的にいいんじゃないですか。だから、面白いと思うね。ね、だから、その、まあ、嘘でもいいから37年童貞だっていう設定で、視聴者なんかバカだから、あ、童貞なんやと思って、でも彼女とりあえず3人、まずその、セフレからでもいいし、みたいなんで、本当にもう3人選んじゃって。そういう企画で、別れたら別れましたって報告したりして。で、最終カップルチャンネルに なったらいいじゃないですか。これでその視聴者とプライベート、ただ心の負担がな、結構きついでしょ。心の負担。いやいや、でもやっぱり、いやでも良くないですか、その企画。やりません、マスゲンさん。ガチで。いや、まあまあ。恋人募集。コロナ禍が終わったらね。うん、ね、来年じゃないや、11月ぐらいやってくださいよ、そのマスゲン恋人募集企画。で、38年間、あの、オナニーで過ごした男が、っていう設定で、まあ、本当は知らないけど、彼女いたんか知らんけど、いないって設定でやった方が。ああ、それは面白そうですね。ねえ、それで、彼女で、それ釣りを教え込んで、で、別れましたっていう報告動画もできるし。あと、それで嘘でも付き合ったことにしてみんな視聴者騙しちゃって。はい、今こいつ付き合ってるっていう体で。それはでも面白いですね。でしょ？ 3 人ともバラすんでしょ？こいつとこいつとこいつ付き合ってるって3人作るんでしょ？そうそう、3人。それはおもろいっすね。ねえ、俺で、本当にセックスしちゃえばいい。セフレだから。でも、多分ね、20万人で今数字があるでしょ？そこそこ来るんじゃないかな、募集。100人ぐらい来るんじゃない？で、そこで10人ぐらいもう写真で選んで10人面接して。いや、すいません、高橋さん。はい、なんすか？釣りガールでもそんな来ないのに、彼女でそんな来るわけないですよね。え、釣りガール来なかったの？募集してないでしょ、だって。え、したっけ？しましたよ。4期。え、何人来た？30ぐらいちゃいましたっけね、確か。あ、そうなんだ。30か。そんなもんなんだ。いや、でも、ねえ、マスゲンさん、あと何か言いたいことありますか？この、寂れたスナックに来て。
いや、なんか、まあ、寂れたスナックなら寂れたスナックでやったらいいとは思ってるんですけど、うん、この寂れたスナックを、うん、高級クラブにしようと、なんか言うじゃないですか、高橋さんは。したいの。したいの。だから5万再生は取りたいの、まずは。あ、そうなんですか。アベレージがね、それはいきなり20は無理やから、アベレージ5万再生と取れ始めたら、まあ、計算ぐらいになるでしょ、それで。計算5万ぐらいでしょ。はい、うん。そうそう、5万。じゃあ、それをどうやって取っていくかっていう話しましょうよ。ガーッ、どうしたらいい？じゃあ、ダメ出しして。もう今、素直になったから、俺も。認めたから、自分がダメなっていうことは。あの、周りに言われるんで。本当にダメだって。まあ、改革は必要ですよね。ですよね。まあ、編集者を雇った方がいいんちゃいます？多分、もっとポップな。あ、文字入れ。いや、でも、うん、いや、どっちだろう、高橋さんがどんな感じで行きたいかによりますよね。今のまんまで行きたいんですよね。いや、いや、俺はだから、その、データ的には、多分、ホモサピって知ってます？マスゲンさん。ホモサピ、わかんないです、うん。あ、わかんないですか。はい。だから、ちょっとホモサピさんみたいな、ちょっとこれリンクあるけど、マスゲンさん知らないの？これ、ちょっと YouTuber としてはちょっと研究不足かも。この、一応この人こういう感じで、あっちゃうわ。あ、ごめんごめん、間違えて貼っちゃった。釣りの人ですか？釣りとか、まあ、王ちゃんみたいな感じ。その、取って食べるみたいなね。で、結局、データ分析なんですよ、多分、おそらく。俺めんどくせえからこういう編集やらないけど、結局、テンポだけじゃないかなって、面白いもクソもなくて、結局、いや、それはありますよ。テンポだけじゃない？その、カット割りとテンポ。テンポがいいから見ちゃうみたいな。これ見てほしいんだけど、マスゲンさん。この人の、はもう14万人いるけど、動画本数なんか少ないわけよ。だ、結局ネタとテンポだけかなと。ネタとテンポだけ。カット割りがめちゃめちゃ早いみたいな。で、このスタンスでやっていけば、だからもうこのチャンネルやめちゃっても正直ゼロから始めてもいいレベルかなっていうか。逆にこのクソ動画が邪魔になるっていうか。うん。うん。え、こんなテンポってこの人喋ってるんですか？喋ってる。喋ってるけど、もうだらだら一切喋んない。まあ、動画見たらわかるけど、あ、こんにちは。行きますって、カット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 で、今風のめちゃめちゃ早いカット割りで、まあ釣りやったり、捕獲して食べたりみたいな。こう変えていきたいかな、みたいな。でもこれも生物系で伸びてる感じですよね。そう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 。だから取って食うっていうスタンスかな、結局。ヤドカリ取ったり、ウナギ取ったり。取って食う。あれ、もう一個の方の、うん。元の世界最強アクアリウムの方あるじゃないですか。ああ、カブラね。あれも、あれがそんな感じじゃないですか。あれがだから、そのクソ動画っていうか、だらだら長い動画を作りすぎちゃって、あとクソ動画、あと、統一性がないチャンネル。で、結局視聴者離れでリピーターもほとんどいなくて、まあ、1万回いかないレベルのチャンネルになってて、20万人いるけど、7割が海外のチャンネル登録者。うん。で、全く動画出しても1万回いかないみたいな。だから正直ゼロからやった方がいいレベルかなっていうか。カブラの方はもうほったらかしにしてるんですか？カブラの方に出していくかね。こういうテンポのいい動画を。めちゃめちゃ、そのテンポだけにこだわった動画を出した方が、今の視聴者は、こう、だらだら喋るとついてこないっていうか。その、釣りガールとかでファンになってくれてたらいいけど、ファンにならないから、おっさんのファンになかなか。うん、この今、60人ぐらい見てる人たちはそれを望んでないかもしれないですけど、ほんまに数字取りに行くんやったらそういう感じでしょう。そう、そうしようかな。で、このチャンネルは今まで通りだらだらやろうかなっていうか。あ、なるほどね。クソ動画を出しながら。うん、で、ぼやくと、うん、もっと。そう、こんな感じで。人気ならねえかなって。そう。まあでも、この1000人の、1000を5000に戻す話をしましょうよ。うん、それはもう、僕が、マスゲンさんの子分ですって毎回言って、K さんの子分にならせてくださいって毎日土下座してたら、5000にはなると思うよ。それはプライド捨ててね。はい、俺プライド高いでしょ、無駄に。頭下げるの嫌いだから。いや、そこはもうこれで解決しましょうよ。ああ、金で解決する。毎回出てもらうために毎回金取る。いや、当たり前でしょ。当たり前か。あった。いいよ。それはまあ、ウィンウィンの関係しててね。いいと思いますよ。だから、モッピーも連れて行きますよ。マジですか？はい。あ、マジ、ああ、じゃあ、これ、マスゲンさんと俺のコラボ可能？あ、いける？やれますか？あ、やりましょうよ。わかりました。で、大人の付き合いで、
マツゲンさんお願いしますっつって、うん、俺はでもマツゲンさんには幸せになってほしいなと思ってるだけだからあの結婚して100万人取って子供作ったらみたいな。あんま100万人あんま100万人にこだわってない。僕自身は興味ないんですけど、うんうんうん、僕の周りがやっぱり、うん、興味があるというか。周りって視聴者？視聴者もですけど、まあその裏方。え、裏方雇ってるの今、松原さん。裏方っていうかね、まあ吉本の、うんうん、あ、マネージャーとか、まあまあマネージャーみたいな人らとかも、そういう人らはやっぱり100万人目指してほしいみたいなんでね、うんうんうん、あ、で、源ちゃん的にだるいわ、今日寝るわっつってゲームやったりしちゃうから、そのトップのマネージャーの人たちはもっと死ぬ気でやれよみたいな空気感ってことですか？いやでもね、これもう死ぬ気でやってたら頭おかしくなるじゃないですか。わかります？わかる、なんとなくはね、嫌になる日がある。うん。全部がうまくいくわけじゃないんで。もちろん。うん。だからやっぱ適度に抜かんとダメな気はしますからね。まあでも俺から見るとマスケンさんは抜きすぎかな。だって前、いや月3本とかっていう時もあったでしょ。はいはい、何やってんのかな、こっち辞めるのかなと思って、どこ出てないやんと思って。だから多分トップ YouTuber になる人たちは、ゴリゴリでやってるんじゃないかなって。で、多分、今のマスゲンクオリティを落とさずに多分12本はいくんじゃないかな。12本ぐらい。トップ YouTuber、まあ、うん、トップ YouTuber はもう毎日動画投稿やめちゃって、やめてる人もいる。うん。何？僕、釣りでやってるじゃないですか。はい。まず、この釣りで200万再生とか300万再生をコンスタントに取るなんて絶対無理じゃないですか。うん、そうやね。うん、難しいね。で、そこの限界がまずあるっていうのと、あと、うん、釣りなんで釣れる保証がないじゃないですか。はい、もちろん。だからめちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。いや俺今はね、もう坊主でも今回も良かったでしょ、トンボで、トンボが孵化して奇跡で、ああいう釣れなくてもいいんじゃないかなってレベルに来てる気がするんだけど、前みたいな初期の頃はさ、それは釣ってなんぼってとこあったけど、もう今はバラエティー化で普通にしょぼい釣果でも楽しくまとまってたらいいんじゃないかなと思う。てか高橋さん、僕の動画見てくれてるんですね、ありがとうございます。ああ、たまりますよ。全部は見てないですけど、僕もほんまに半年に1回ぐらい高橋さんの動画をちょろっと見ます。ああ、マジですか。はい、まあまあね、音数多いからね、うち。そう、いや俺だから海釣りも入れた方がいいと思うんですよ、マスゲンさん。ちょっとこういらぬおせっかいだと思うんだけど、そのバスにこだわってるでしょ。いや、そうじゃないですよ別に。ああ、そうなの。いや、バスは好きなんですよ僕。もちろんわかりますよ。ただ仕事でやってる、うん、海釣りって別に行くんすけど、うん、甘くないじゃないですか。うん、甘い釣りもありますけど、うん、アジとかガシラとかは甘いですけど、うん、でも普通にみんなが好きな青モンとかって本当にどんだけ頑張っても釣れへんとか全然ザラにあるじゃないですか。確かに。しかもなんていうんですかね、うん、絵代わりがあんまりしないとか。まあ、やってもそこは釣りガールがいるから、いいんじゃないかな。俺、ただ正直、ハゼ釣りでも行っちゃうと思うんだよね。だから、もう12分に、まあ何分にするかわかんないけど、12分に、まあ女の子2人ぐらいで3人で釣り行って、で、料理も入れて、食べるとこも入れて、まあ現場で料理して、12分にまとまってたら、まあハゼ釣りでも20万再生じゃないかな。ああ、なるほどね、うん。それはそうやと思います。ね、だからそれで、まあその釣果にこだわらずに、その面白いっていうか楽しい憩いで、釣りがある。いや、違うんですよ、高橋さん。え、ダメこれ、うん。20万再生じゃダメなんですよ。30万 ?50 万いや、そう、30、40、50もちろん。っていかんとダメなんですよね。20はもう取れるんですよ。だからそこは女の子で、女の子の、まあちょっと短パンにさせてもらうとか、うん、そんなんで行くんじゃないかな。まあ、うん、そういう時代ですよね。
そう、だから超過というよりも、まあ、今、釣りガール強いでしょ、アルマルコスとか見てますか、マスギンさん。見てない？たまにしか見ないですけど。でもまあ、いや、見た方がいいと思うなんで、はい、結構数字取ってて、あと、今最近、ワッサムチャンネルもまあまあ伸びてきてるし、あピンで女で結構伸ばしてるんですよ、今。いろいろ。だから多分、そうだなぁ。もうちょっと、だから、クオリティカットして7割方ぐらいで出しちゃってもいいんじゃないかな。ダメなのかな。とにかく女の子が出て楽しかったらいいでしょ。で、多分、12分に釣ってから、で、現場の料理も入れちゃえば、多分、クオリティは高くなるから、釣って、まあ、トーク3分、4分。で、釣って、で、料理で。テンポ良いので、12分でまとまってたら、毎回、伸びていくんじゃないかな、で、今度も、どんどん、捕獲して食べるに変えたらどうですか、釣りがある釣り。バッタとか食べちゃって、12分に、8分とか、テンポが良かったら、伸びちゃうんじゃないかな、バッタ食べさせたり。えプライド捨てましたね。え、誰がいや、マスゲンさん。そんなんやりだしたらもう、ほんまに。いや、捨てた方がいいんじゃないかな、プライド。俺、結局だから、マスゲンさんが100万いってるのは、プライド、俺と一緒。俺なんかプライドがめちゃくちゃ高いから、はい、あれ嫌、これ嫌で全部やんないけど、プライドを捨てれれば、はい、数字だけなんで、結局は。数字が取れたかった。でも、それでやると寿命が短い気がするんですよ。それはずーっといけないと思うんですよ。いや、だから途中ではなガチな釣りも入れていけば、そのバス釣りファンも離れないと。ガチなバス釣りも入れるし、プラス、もうハゼ釣り食って食べる。今度カサゴ取ってく。で、今度バッタ取ってくもたまに入れて。で、こういろいろそういうもうちょっとバラエティ化してった方が100万人いくんじゃないかな。ちょっと俺の方が多分、マスケンさんのマネージャーより有能かもしんないよ。もしかしたら。え？いや、言ってることはわかりますけど。うんうん。要はヘビとか丸焼きにして食べるってことですよね。そうそうそう。でもそれが毎回だと釣りファンが離れちゃうから、それはまあ5本に1本ぐらいかな。結局釣りファンを大事にしながらっていうこの基礎があるから、で今後海釣りを増やしていって、まずは今だったらハゼ釣り、ハゼ釣って食べて、まあ女の子2人は釣れて、釣って食べて、今度まあカサゴでもいいし、で今度川魚釣って食べて、大井川とか何でもいいし。結局釣りで今もバスにこだわりすぎてるから、その釣りの幅を広げるっていうか。でもたまには女の子2人だけで撮影撮ってこいよって、編集も全部やれよってやらせて、ねえ、ちょっと短めで7分ぐらいでいい感じでできるんじゃないですか。あれ？結局、答えは数字だけなんで、数字が伸びた、伸びてない、どっちでそこでやらないといけないから、それでこけてきたらもう元に戻さないかんし、まあ、実験で10本ぐらい、海釣り、今度バス釣りやって、今度海釣りやって、バス釣りやって、今度このカマキリを食べちゃうみたいな感じで、そう、多分そういうのもバズるから、結局バラエティ化していかないと。いや、まあ、でも、カマキリ食べるんやったら、うん、もう別チャンネルちゃいます。ああ、そうかな。釣り、あ、マスゲン釣り、あ、そうか、釣り、釣りでね。僕はそんな気がしますけどね。もうそういう食べてく系で別でやった方がいいかなと思いますけど。答えられる範囲で答えてくれたらいいんだけど、その女の子たちのもののモチベーション的にはどうなんですか？いや、そんな高くないですよ。あ、高くないんだ。はい。売れてやろうみたいなやつがいないってことですか？これで食ってやろうみたいな。いないですかね。そうなんだ。まあ、なんとなく釣りやって楽しかったらいっかみたいな、のほほんとした感じです。ああ、ほんでちょっとファンがついてるし、ファンがついたら楽しいかなぐらいで。いや、別にそんなファンがどうのとかもあんま考えてないちゃいます。ああ、そっかそっか。楽しかったらいっかみたいなぐらいのほわっとした感じだと思いますよ。そんなガツガツして、YouTuber になってやるみたいな子はいないですね。ああ、そうか、そうか、そうなんだ。え、マスゲンさんのその思う100万人はどうやって到達するんですか？ 30万ページビュー、40万ページビュー、アベレージで取るには。
30、40ですか、アベレージで。うん。まあ、海っていうパターンもあるとは思ってずっと分かってるんですけど、うん。またその体制が整ってないって感じですね、海の。どういうこと？体制って。要は、海やるにしても、うん。釣らんと一応ダメじゃないですか。うん。しかも、例えばまあ僕、大阪を拠点というか、大阪界隈でやってるじゃないですか。うん。大阪湾ってむちゃくちゃ釣り人おるんですよ。いや、ああ、撮影しづらいってこと？はい。福井県来たら？いや、そうなんですよ。で、それで福井に行くってなったら、むちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。まあ、もう高速、ああ、まあ確かにね、大阪からだったらかかるね、女の子は。で、帰りもめちゃくちゃ遅くなるじゃないですか。うん。そこがもうめちゃくちゃ問題です。ああ、なるほど。に対して、その、僕の再生数に入ってくる収益じゃ、赤になるか、うんうん、今やっても赤字ですよね。確かにね。スポンサーがいりますか、これ。スポンサーは別にいらないですけど、まあ。だから、そこまでガチでは思ってないというか。うん、この高橋アーチェリー太郎さんは何なんですか？まあ、わかんない。アーチェリーさんいつもコメントくれる人。ガチ釣り2割、冒険的釣り8割。これで大体マスゲンさんは1本50万再生で上げれる。冒険釣りって何？離島じゃねえのこれ。どういうこと？冒険的釣り？離島？あ、和歌山があるか。ちょっと遠いけど。引っ越した方がいいですね。あの、多分、うん、女の子も全員、うん、なんか田舎暮らしみたいなのやったら絶対伸びますよね。伸びますよ。離島でみんなで暮らしたり、ただ、ハート、やってやる。そんなのやれるわけないですもんね。現実的に。そう。女の子たちのハートの問題。うん。綺麗な景色を撮影してみんなが釣り楽しんでる姿見てるだけで楽しいです。マスゲンさんがエリカさん、ミドリコさんとみたいに普通の会話で楽しんでる姿が見たいですと。うん。フィッシュ佐藤さん、久しぶりに拝見したら神回ですねと。うん。懐かしいな、フィッシュ佐藤さん。あ、覚えてるんだ。この人ロリコンやってん。あ、そうなんですか。もう小学校6年生の小学校5年生当時のマインちゃんでオナニーしてるっつってやべえ人だよ。マインちゃん、まあ、小学生が好きなんだって、フィッシュサトさん。まあでもそうですよね、ガチ釣りってそんなに需要がないというか。うん。うん、いや、あるんすけど、弱いっすよね、うん。弱いというか、まあ、めちゃめちゃ釣っても全然伸びてないチャンネルあるから。海外行ってこんな釣りまくって、ここまで釣って全然伸びてない人もいるし、めちゃめちゃ釣ってるのに。だ結局面白みがないというか、っていうことでしょ？多分視聴者がついてこない。まあ、だから釣り、うん。どっちなのかな。え、何がですか？その冒険的釣り見てる人って別に釣り好きなわけじゃないじゃないですか。うん。で結局俺が思うのは釣りそんなに好きじゃないぐらいの層を引き入れないと30万40万っていう数字は多分出ないと思う。釣りマニアじゃない層を引き入れない限り。だから結局もちろん8割は釣りメインでやらなきゃいけないけど、それ以外の層を入れるべきじゃないかな。ということはめちゃくちゃ働かなきゃいけない。ね、そうだからもう、絶対に100万にするんだぐらいの勢いで、100万人にし、うん。意思がないとやっぱできないですね。そう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 。まあでも人生一回だから、やった方がいいんじゃないですか。めんどくせえなぁ。めんどくせえ。あ、編集が嫌いなの、マスゲンさんは。めちゃくちゃ嫌いです。でもめちゃめちゃ丁寧でし
多分。釣り YouTuber でトップクラスに、まあまあこだわるでしょ。いろんなもんで。いや、もうなんか、編集病みたいになっちゃってて。どういうことですか？もう気に食わんかったらもう、とことんまで、もう直さんで、とこまで直しちゃうんですよ。あー、なんか神経質な面があるのかな、はい、性格的に。そんなに 0.1 秒単位で、その、テロップ表示位置か、を直しちゃったりしちゃうんですよ。うん、で、8時間かかっちゃうわけね、編集に。いや、8時間どころじゃないですよ。あ、もう12時間とかなっちゃう。2日間かかっちゃう。いや、もっとかかりますよ。ええー。それやっぱり直しましょうよ、マツゲンさん。ちょっと。やっぱり7割。だから、俺は、マツゲンさん、撮影するでしょ？で、だいたい釣り行ったら40分ぐらいしか撮らないんですよ、データをね。それで、編集時間も1時間なんですよ。毎回なんだ、これ。それやったら、それと繊細性の。そう、それ繊細性だから、それは、1時間の編集っていうのは、ちょっと雑すぎるから、こういう状況で、はいはい、せめて、6時間、7時間ぐらいで、7割ぐらいで切り上げちゃう風にしないと、多分本数はできない。結局そこにこだわりすぎることによって、本数ができないってことだから。だから、もともと異常なんですよ。だって、こっち1時間でしょ？多分、マスゲンさん10倍以上、12時間とか20時間かかってんのかわかんないけど、で、やり直しでこだわりすぎて、結局疲れちゃってっていう。だから結局7割型で出すのが正解だと思うんだけど。70点満点法則。だからもう3割ぐらいこれちょっと雑だな。でも多分、マスゲンさんの思う雑だなは俺から見たらめちゃめちゃ丁寧だね、その時点で。俺もザク切りだからこうやって。ザクザクザク切りでもいいや、だから。フィッシュ佐藤さんから釣り船チャーターした方が安いし、会話できてガヤいないし、ってならないですか。俺はね、あのマスゲンさん、その船とかが嫌だ、その需要がないって言うんだけど、まあそれ一部の人にはね、おかっぱりにこだわりがあるだろうけど、俺は関係ないと思うね。ボートでも船でも海でも、もうチーム的になってきたら。で結局マスゲンさんピンだったらね、伸びにくいかもしれないけど、女の子が二人ついてるだけで、海釣りでボートに乗って三人で。まあ、酔って吐いたりしながら伸びるんじゃないかな。まあ、それは一回もやってないんで、まあ一回か二回ぐらいやってもいいかもしれないですね。うん。船乗ったり。まあでも、うん、その他の数字見ててもあんま船が伸びてるのがあんまりない。いや、俺も。僕は思いますけど。だから100万取るにはもうバラエティ豊かに攻めた方がいいと思う。そうですね。うん。それどういう数字出るか知んないけど、俺は変わんないと思うけどね。もちろんバス釣りファンはちょっと、なんだこれ海やんみたいになるかもしんないけど、新しい層を入れない限り、40万ページビュー、50万ページビュー、多分厳しいと思う。キャンプ動画面白かったって言ってるよ。キャンプもやっちゃっていいんじゃないかな。キャンプやってます、うん、やったけど、だから、そこまでやってないでしょ、でもしょっちゅう。はい。だから、キャンプも増やしながらの、この渓流も増やしながらの、もう、めちゃめちゃハードになっちゃうけど。まあでも、そういうことですよね。そうそうそう、もう、365日仕事みたいな。え？70点満点方式でいきましょうよ。編集点、まあ、マスケンさんから言ったら手抜きかもしんないけど、まあ、結局3割ぐらい抜かないと、多分動画できてこないでしょ。キャンピングカーで生活しちゃうって言ってる人いますか？いやー、キャンピングカーはあんまっすね。ああ、そうなんだ。僕的には。高橋さん的には。無理？いや、無理じゃなくて伸びないと思います。いや、あ、伸びると思う。伸びる。それはでも、だから、持ってってことですよね。いや、ピンでも伸びるんじゃないかな。キャンピングカーとか、キャンプって人気だから、釣りもやってるけど、そっちも、でも動画本数を多分12本は、作った方がいいと思うけど、そういう動画が月に3本ぐらいあっても、
あのキャンプ。キャンプは多分伸びると思いますけど、キャンピングカーは伸びないと思います。え、伸びてるよ、キャンプ。でっかいのは、だから軽自動車とかでみんなやって結構人気じゃない。あ、軽自動車のやつは伸びますね。うん、そうそう、軽自動車改造して。でもあれ、キャンピングカーではないですよ。車中泊でしょ。そうそう、車中泊でいいんじゃないかな。車中泊は伸びるんですよ。うん、車中泊レベルで。アルバイトで買った船で釣りがあると離島でサバイバルキャンプ。いや、それできるんやったらいいと思うんですよ。女の子がダメってこと？いや、女の子は結構そういうのきついですね。そこまでのその志がないんで。なるほど。あ、だからキャンプとかも本当にもう整備されたような、うん、もう綺麗なキャンプ場じゃないと結構きついと思いますよ。まあ、今の綺麗なトイレがある、はい、今の若い子はやっぱそうなんだ。でもそれじゃ登り詰めれないからね、はい、結局で結局また 2,3 年したらやめてって感じになるでしょう。今度だからマスゲン第次のガチ勢募集みたいな、さらによりハードなそのアウトドア釣りガールを募集したらいいんじゃないですか。人生かけてるような、だからちょっとブサメでも根性があれば伸びるんで。マスゲさん、チヌコさんで知ってます？はいはい、知ってます、チヌコさんって。はいはい、チヌコさんも伸びてるじゃないですか、結構ピンでやっててね、根性あるから。そうですね、うん。マスゲンさん、あと何か言いたいことあったら。いや、そもそもそんなないんですよね。ああ、すいません、無理やり上がらしちゃって。あ、でもマスゲンさん来てな、うん、何、高橋さんがうんうんうん、かわいそうだったんで。かわいそうやった、そういう目線か。ああ、いいけど、でいいよ、それは認めてる。数字はね、数字は嘘つかないから、あれしょうがないんだけど。ああ、そうかそうか、あ、来てくれたんだ。はい。いいとこもあるんじゃん。あ、全然全然。うん。はい。あれ、初めて会ったのに何年前だろうな。2014年ぐらいなのかな。5、6年前か。最近でしょ、あれ。2014年ぐらいでしょ。15年ちゃいます。15年でしょ。6年前でしょ、ただ。最近でしょ、あんね。そうか、逃げ足に来てくれたのにいろんな質問攻めにあっちゃって、ちょっと、ごめんね、内側を。これ動画にしますからね、マスゲンさん。はい、あれまずい？いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですよね。マスゲンさんが釣りガールを先行する基準は何ですか？先行してないでしょ、僕は。ああ、そうかそうか。ランキングで決めちゃうからか。はい。はい、あと、視聴者さんが聞きたいことでは、マスゲンさんの中でやっぱその、女の子同士でやっぱり喧嘩したりもするじゃないですか。これ、触れちゃいけない？いや、そんなしないですよ。あ、しないんだ。みんな仲いいんだ。はい、仲、はい。まあ、普通ですね、けど。ああ、普通な感じなの。そんな別にプライベートで遊びに行くとかもそんなないですし。よくも悪くもっていうか、まあ、普通やったらいいってことですかね。そっか、じゃあ、マスゲンさんも幸せになってください。結婚して、まあ、まず結婚よりもあれだね、100万人、100万人ってことね、マスゲンさんの目標は。疲れました？いや、全然。あ、うん。あれ、パンダクッキングさん、ガンコちゃんにバス釣らせてあげてくださいって来てるけど、パンダクッキングさんはガンコちゃんが辞めたこと知らんねや。そうやね。結構やめてってるでしょ。まあ、まあ、吉本自体はやめちゃったっていうのかな。結構って言ってもあれですけどね、まだパンコちゃんと今、うん、ブストス、うん、みゆちゃんもいなくなったしね。
いや、いなくなってないですよ。あ、そうなの？でも動画出なくない？出てる？動画出ないのはコロナがやったですよ。ああ、そうなんだ。はい。ガンゴちゃん結婚したのかな？いやー、どうなんすかね。うん、まあいろいろあるよね。間違えました。ビッグベイト縛りのキャノンちゃんですと。ああ。マスケンさん、ちょっと、うちの視聴者、ちょっとだけ喋ってもらっていいですか？あ、全然。大丈夫？はい。うん。上がりたい人、マスゲンさんとちょっと喋りたい人、ファンの人がいいよね。ミーハーよりも。ファンの人かも、アンチの人でもいいですよね。うん、なんで険悪な雰囲気になるな、アンチなんで。マスゲンさん何その、釣り場で絡まれたりしないの？もうない？もう有名なりすぎて。もう。絡まれる？絡まれることはもうない。いや、その、しょっちゅう写真撮ってくださいだな。いやいや、そういうんじゃなくて、その嫌な思い、嫌な思い、なんか後ついてきたり、文句言ってきたりとか、そういうのはない、ないですか？いやー、文句言ってくるやつはさ、なかなかいないですよ、さすがに。あ、そうなんだ。はい。高橋さん、あります？そんなこと。いや、だって俺はもう、だって顔見ても誰も気づかれないから、文句言われようないでしょ。気づかれないから。あと人がいるとこに行かないし。あ、これみんな緊張しちゃったな、これ。ああ、やっぱスーパースター、高橋くんぐらいのレベルやったら余裕で上がれるけども。いや、違う、俺はもう人間関係を作ってやるから。いや、だから、そうかもしれない。ファンは、だから、ガチファンの方が上がりにくいかもしれないね。ガチファンの皆さん、ガチファンもおると思う、はい。ガチファンおるっていうかもう、僕のおこぼれをいただいてるような人間じゃないですか、高橋っていうのは。やめろ。俺もプライド傷つけるな。プライドが高いんだよ。あ、うん、そうです。いや、だから、これじゃあ、マスゲンチャンネルと違う層が来てるのよ、うちは。はい。だから、変なおじさんが集まってるわけ。はい。で、マスゲンさん、あなたのとこは、まあ、はい、本当に一般的な人が集まってるな。はい、ここはもう、一般的なチャンネルが見ない、ひねくれ者の、はい。たまり場みたいになってる、はい。ひねくれた40歳のおじさんね。で、多分、半分ぐらい多分嫌いなんじゃないかな。あ、僕のことですか？と思うよ。で、残り半分は、ああ、マスゲンだ。うわ、喋りたいけど、どうしよう、みたいな話や。カメドンどこ行ったの？あれよ、上がっていいよ。カメドンはマスゲンさんのファンだから。いいよ、カメドン上がっていいよ。そうか、マスゲンさんも部屋の中で引きこもるタイプやったよな。俺と一緒で。飽きたよ。そんな外出てわーって叫ぶやつの方が少ない思いますからね。そう、はい、あ、いいよ、カメドン。あ、もしもし、こんばんは。どうもこんばんは。あ、カメドンと申します。スーパースターマスゲンです。あ、はい、ありがとうございます。存じております。マスゲンさん、顔をちょっと持ってるんですって、はい、顔を見せて顔を見えなくなって、はい。どこですか？そこ。ここ。もうちょい。そこ。ここ、はい、お願いします。はい。どうぞ、カメラさん。はい、ちょっと、音が掘ってんだ。僕、今実は無職で、一回クビになって、もう一年間ぐらいずっと仕事がほとんどないような状態なんですよ。それで落ち込んでる時に、マスゲンさんのチャンネルを発見して、すごいなんかこう、心も落ち着いたし、勇気づけられたっていうか、ほんと救われた思いがあるんですよ、結構。いや、本当にこれは。バス釣りもその時にはまた始めて、今、もうハマっちゃってやってて、仕事する気なくなっちゃいましたね、でも。まあそんな感じなんですけど、ほんと、ありがとうございます。動画の助けられました、本当に。いや、これ本当の話なんですよ。ちなみにどの動画ですか？いや、どの動画ってもう一番面白かったのは、やっぱり緑子さんたちとかですよ。全部見ましたから、僕。あとは、俺、一期の子たちが一番好きでしたね。そうなんです。次は、二期。で、
やっぱしプロの方が面白いですね。正直。プロの方が面白いです。ね、まあ3期と4期ってなりますね、僕の場合は。ただ、本当に景色とかも大切にされてますし、僕、琵琶湖にちょっと憧れる気持ちもあるんですよ。で、あの景色を見るのもすごい楽しみだったんです。まあ、サメドンさんどこ住んでますか？僕は松戸っていう千葉県に住んでるんですけど、まあ、そばは江戸川ぐらいしかないんですけどね、汚い川しかないんで、そこでバス不審でやってます。なるほど。まあ、正直、あんまり釣りの勉強はできなかったですけど、動画で、いや、釣りの勉強できなかったですけど、動画でバス釣りの楽しさを教えてもらいました、僕は。あれだよ、カメド、マスゲンさんを見て俺を知ったんや。いや、まあ、どっちも同時、そこで知ったのは。マスゲン、ケイトさんとコラボしてるのを見て、俺のとこ来たって言ってなかったっけ？ああ、あれはまあ、傑作の動画でしたけどね。ただ、高橋さん知ったのは多分その前に知ってたと思いますよ、僕。あ、知ってたんや。うん、はい。あ、でも本当、マスゲンさんのチャンネルっていうのは、他のバス釣り YouTuber なんてくだらない動画ばっかしじゃないですか。つまんない。あの、本当釣りの楽しみを伝えるってのは、マスゲンさんのチャンネルしかないと思うんですよ、僕。だから本当にこれからもそこら辺を楽しみにしていきたいんで、いや、本当そう思いますよ。あ、本当すごいと。スパゲッティが良かったの、カメノン的には。まあ、あれは面白かったですけど、ただ、本当にこの釣りの楽しさを伝えるっていうのは、マスゲンフィッシングチャンネルしかないと思ってますから、僕。なるほど。うん。うん、貴重な存在ですよ。今、釣り具業界って、初心者をこう、弾いていくような感じの営業ばっかりやってますから、マスゲンさんみたいな番組がなくなっちゃうと、釣りがどん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 狭まっていくと思いますよ。釣り業界が。僕はそう見てますよ。すごいと思います、マスゲンさんのチャンネルは。わかってるなぁ。ほんと、機嫌良くなった。見えてるなぁ。僕は、本当にそういうつもりで見てましたし、僕が心を救われたってのは本当です。なるほどな。いろいろありがとうございます。うん、これからも救っていくよ、亀丼の心を。ああ、ありがとうございます。本当に。亀丼の心を照らす。もうちょっと大阪に足向けて眠れませんね。カメドンちょっと今日よそ行きだよね、喋り方。いつもこんな感じですよね。ああ、そうか。はい、うん。まあ、こんな感じですね、うん。あとはちょっと緊張しすぎてちょっと話すことができないです。ああ、やっぱ緊張する？やっぱり画面からいる人と見ると緊張するよね、確かに。まあ、初対面ですからね。うん。向こうは僕の顔見てないわけです。でもこれ本当僕マジで言ってます、本当に。マスゲンフィッシングチャンネルがなかったら日本のバス釣りの未来はないと思ってますから。こういう、うん、みんなこう思ってるんですよ、高橋さんの。この70人は。いや、多分7割ぐらいそうかもね。1割、2割はマスゲン嫌いですもん、よく言われるから。いや、そんなにないでしょ。いや、そんなやついないですよ。いや、でも7割好きやったらいいやん、もう7割が応援しとるよ、多分。7割方は。で、マスゲンファン手挙げてごらんじゃん。ほら、これ反応悪いでしょ。もう、いや、恥ずかしいんですよ、もう。本人が。緊張しすぎて。はい。マジか。でも、まあ、みんな言ってること一緒ですよね。この釣りが楽しい雰囲気。これ一番肝心ですよね。楽しい雰囲気。だって、漁神さんにもこれがあったんですよ。方法は違ったけど。釣りの楽しい雰囲気が伝わってくるっていうのは。あ、そうなんだ。うん。マスゲンファン上がってるなって。マスゲンファンってでもおっさんでしょ、多分。若い子もいるの？若者もファンなの？どうなの？マスゲンさんって言ってくる人って。いや、いますよ、普通に。若い子も？まあでも、全体的に若い人の釣りしてる、バス釣りしてる人っていうのは、まあ、若干少なくはなってきてますよね。やっぱ同世代からのファンなんだか、30から40ぐらいの。そうですね、うん。高校生とかはやっぱり結構、まあ、あれですよね。あ、いないんや。いや、いないことないですけど。うん。やっぱり少ないですよね。その頃は何でバスプロとかにのファンになっちゃってんのかな。バスプロにあって。いないんですよ。あ、そうなの？その、盛り上がってないというか、今。あ、そういうことか、10代の間。僕の時はまあ、
グランダー武蔵とかあったんで、うん、その若い子が入りやすかったんですけど、うん、まあ、僕が光になるしかないんかなっていう。そうやな、その道しるべに、うん、なって、うん、もっとどんどん天狗源になっていやでも100万人になったらまあそういう話になってくるからね、多分そこをきっかけにバッスリして始めるみたいな。動画のアベレージが40万50万なんて言ったらね。釣岡でもだってアベレージ最近はちょっといいけど20万ぐらいでしょ、だって釣りとかやっても多分、まあ、釣岡だいぶ下がってるよね。そうそうそう、30万いかないと思うな、アベレージで釣岡ですらね。だから釣岡さんでも吉井さん、僕一人だけじゃちょっとみんなに悪くないですか。せっかくマスビアンさんが上がってきて、あ、他にも喋りたい人いる？いると思うんですけどね。いや、手上がったらいい。上がってきたらいい。協力、協力で今日来てくれて。せっかく来てくださったのに。うん。バッスリの衰退をどう思いますか、マスゲンさん。衰退かな？どうかな？衰退、衰退って言われてるけど、僕自身も、うん、結構入る場所ないやんぐらいのポイントとかもあるし、あ、盛り上がってんのかな。盛り上がってもないです。だから、うん、もうこんな感じちゃいますかね、うん、衰退もしてないし、まあそこまで上がってもないけど、まあちょっと増えたとは、琵琶湖のアングラはちょっと増えたとは言われますけどね。あ、まあ、YouTube の影響で、マスケンさんの影響もあるね、うん。あの、僕の子供の頃に比べれば確実に落ちてますよね、すぐ。で、その、あの、25年前でしょ。うん。25年、もっと前ですよ。で、俺は18の頃やろ、うん。もっと前かな。うん。それと、あと、木村拓哉がやってた頃。あの時はいきなりバーンと増えたから。それ、30年前でしょ。そうですね。まあ、まあ、落ちてますね。長い目で見ると、かなり。うん。ただ最近、YouTube で、うん、やっぱりマスゲンさんの動画とか出てるから、うん、で動画でも暇つぶしで久しぶりに竿を出してるおっさんとかよく見かけますよ。うん、絶対マスゲンさんの影響だなと思う。あ、そっくりさんがおるよな。そっくりさんがおるで、なんか、お、俺琵琶湖釣り行って、あ、マスゲンだと思ったらそっくりなやつなのよ。赤い帽子に赤い服着て、マスゲンのコピーやんこれ思って。おるよ、見るでしょ、あまに。いつに入ってきたけど、どこまで本気かわかんないだろう、この人。どんどん自信出てきた。あ、いや、でもあれじゃないですか、うん、そんなに外れてないじゃないですか、松原さんが狙ってる部分っていうのと今言った。いや、じゃあただ、じゃあ今、このままバッスリばっか やっても30万、40万ページビューのアベレージは厳しいよって話でしょ。だから、幅を広げないと。いや、でもこれを磨いていけばまた、だってこの間なんかドローン使ってやってましたもんね。まあドローン飛ばしたりとかも。また変なこと始めるか、得意なところをどんどん伸ばしていった方がいいと思いますけどね、僕は。そうか、俺は海だと思うけどな。海とバラエティーか。まあ海もいいかもしれないですけど。バラエティーか。もうハゼ釣りでいいと思うんだよ、楽しかったら。だって山のさ、ダムとか行けば綺麗な景色の中で、しかも魚も釣れるじゃないですか。うん。こういうのとかすごいと思うけど。とりあえず、あの、緑子さんとエリカさんって面白いですよね。やっぱし。が、ファンなんやな、緑子さんの。まあ、そうなの。俺が偏ってるのかもしれないですけど。そうか、ただ、あなた歳だからで、俺と一緒で、48だから。いや、でもやっぱしさすがプロっすよ。この間の、うん、なんか、ティラノザウルスとかの時の話も、なんかすげえ場の雰囲気大切にしてるような話し方だし。まあまあまあ、そこはね。すごい雰囲気が良くなる、あの人たちが出てる。うん、あ、じゃあ最近の新しい釣りがある子たちは素人感があって嫌ってこと、ちょっとね。いや、デスってないですけどね、僕。いや、だからそれは好みだからさ。バーン、まあ、でもなんか、ちょっと、まあ、一人一人すごい綺麗で可愛いんだけど、うん、その番組自体が盛り上がってるか盛り上がってないかって言ったら、なんか、マスゲンさんが話しかけるときもぎこちないし。いや、あれね、怖がってると思うんだよ、俺、ゲンちゃんのこと。いや、違う、マスゲンさんが遠慮してるんですよ、あれは、多分。いや、だから、表情が、今の顔もなんか怒ってるのかなって思わせちゃって、うん、あの、モッピーが怯えてたんだよ、今回。俺、間違いないと思って、これ怖がっとるやんって。
完全になんか気、はい、みたいな感じで上下関係できちゃってて、あそこはもっと、おい、マスゲーンぐらいって言ってくれた方が、と思わないかめと。いや、そうなのかな。おい、マスゲーンって言ってくれた方が面白いと思いますよ。そうそうそう、だから、カメラ回ってる時はブレーコーで対等に来いよぐらいの方が、今回のモッピちゃんを見て、俺、ああ、ちょっと怯えちゃってるわ、と思って。あれ、だって素人の人だから一線引いちゃうのしょうがないんじゃないですか。あ、そうか。まあ、そう、まあ、プロですからね、もう素人じゃないか。今、プロだもんな。フィッシュ佐藤さん、ちょっと上がってこいや、じゃあ。じゃあ、僕。いや、もう上がれるよ、上がれる、大丈夫。いいよ、亀田さんも行って。七元さんが頑張ってるように思います。ああ、あの子は結構欲しいな。水着シリーズは伸びるけどね、もうそろそろいいよね。あれ、それが不思議でしょうがないんだよね。面白いかな、水着とか。いやいや、数字が取れちゃうんだって。なんでだろう。いや、だから見たいんだって、その、この人が水着になったらどうなんだって。数字、いきますよね、マスゲンさん、水着の方が。まあ、ただ単に、その、僕のこと知らずに、水着の女を見たいがために、検索してる人が多いんちゃいますかね、うん、確か。ああ。いやでもそういう層を取らないと、俺結局、40万ページビュー取れないんじゃないかな。その、でも、まあどう転んでも、やっぱしあれですよね、うん。主役は絶対松原さんですよね。あんまり最近画面出てこないけど。どんなに綺麗な女の子が出てこようが、どんなに面白い女の子が出てこようが、やっぱし、うん。松原不審人チャンネルはやっぱし松原さんがいないと、うん。俺面白くないと思うわ。もうちょっと出てきてほしいな、マスゲンさんには。あ、もっとガンガン、何、動画の中で俺やっていうのが、もっと出してほしい。分かった。ちょっと待って、ね。最近あんまり出ない、ね。ちょっと待ってね、フィッシュさん。被ってるかな、フィッシュさん。被ってます？喋ってみてください。こんばんは。あ、OK です。皆さんどうも、こんばんは。どうも。こんばんは。皆さん、何でしたっけ？皆さん、どうも、こんにちは。テンション、俺だけおかしいですかね。クシさん、今日飲んでます？お酒。飲んでませんよ、飲んでないです。大丈夫。あ、じゃあ、前回、税制。税制、はい、もう税制やった。税制に絡む。いいですかね。3分間どうぞ。3分間時間。ありがとうございます。はい。マスゲンさん、どうも、お久しぶりに、初めましてですよね。もうなんか、ね、かなり初期から拝見してまして、もうガチ釣りからだんだん女の子が入ってきて、でもその流れで面白くずっとまた見させてもらってて、やっぱ会話とかね、その、なんていうか雰囲気的なものとか、やっぱ全然、ガチ系で行こうとしてる人からしたら全然ない方向性で楽しんで見させてもらってますっていう、すいません、なんか上がったら上がったで緊張しだしてなんか。テンションノリで上がったんですけど。大丈夫、大丈夫。大丈夫。すいません、なんかロリコンの流れに持っていく。ごめんごめん、冗談だからね。どうぞ、喋って。いや、もう、はじめましての流れで、すいません、なんか、僕は、マスゲさんのことが、もう心の底から大好きで、ずーっと見させてもらってるんですけども、本当に、なんていうかな、もう、一回、なんか昔の動画で僕のこと呼んでくれたみたいで、僕のファンの人が教えてくれたんですよ。それ、もう見つけて、その動画なんかわざわざ貼ってくれた方がいて、うん、それ見つけて、もう、この人について行こうと思って、もう心に決めたんで、もう、この人は心の、あれやなと思って。あの、マスゲンさんは必死だとなるの知ってたんですよね。いや、だから多分、なんかでね。フィッシュ佐藤さんこれどうするんすかって言って。あ、そう。湖で一人でなんかルアー投げながらやってました。どうやって取るんすかって言ってましたね。僕、なんか、佐藤さん、僕なんか間違ってますって言われて、いや、そんなことないっていうか、どうしたらいいのかなと思って、なんで知ってんだろうと思ってね、すごいびっくりしました。っていう話をね、一回ね、こう直で伝えたくてね、ちょろちょろってコメント入れたりとかしてもらって、それ読んでもらったりとかしてね、杉江さんのライブとか行って、それで、もうなんかタイミングがないかなと思ってたんですけども、ここでもう一回行っとかなあかんだろうと思ってね、上がったらめっちゃ緊張。あ、よかったね、でも喋れてね。喋れてよかったです。ほんとびっくりですよ。うん、もう一回、本当はなんか釣りの
何でしたっけ、あの釣り泊とかそういうのやってる時やったらね、大阪まで行ったろうかなと思って、うん、突したろうかなと思ったんですけども、そんなタイミングでもなくなってきたんでね、こういう時しかもう逆に YouTube の奇跡っていうかね、こういう時しかね、逆にね、直で会えないからこういうタイミングで喋るってのは良かったかなと思ってね。めっちゃ喋ってるけど、同じこと3回ぐらい喋ってるけど、緊張して。いやーでも、びっくりですね。良かったですわ。あの、今後も頑張っていただければ、ほんと、また見させてもらいます、ね。僕は。はい。ずっと見て、ガン見してます。目充血させて。マインちゃんを見るよりも、ずっとガンって見ます。マインちゃんの時より充血してみますか。はい。だらだら続けていいんですかね。そろそろかな。あ、落ちます？もうちょいし、マスケンさんなんか声かけたらどうですか？盛り上がればそれでいいんですけど。盛り上がれば喋ります。いや、マスケンさん喋らへんから。もう僕は何か言った方がいいんですか？うん、おい、フィッシュ佐藤さん。おいこら言うて。おいこら佐藤言ってください。いや、佐藤さん、最近も見てくれてますか？もう、でも、いつかな？でも、ちょろちょろってなんか、モッピと釣り、モッピさんと釣り行ったりとか、あと、キャンプも緑子さんたちとしてましたけど。はい。ああいうの、ね、楽しいですよね。僕はもう、ソロ独行で一人でやってるんで、ああいう、ね、会話が楽しいっていうか、もう釣りとしてその、釣らなきゃ成立しないってこともないんで、ああいう感じで動画作れるのはすごい羨ましいし。うん。うん。あと、なんて言うんだろう。そのパッケージって本当なんかあれですもんね。一般の人から入りやすいですもんね。ガチ釣りに行ってて、めちゃくちゃその分母少ないわけじゃないから、ああいうので作れて羨ましいなと思って。昔は昔ででも、あれでしたけどね。あれはでも、だから一回聞きたかったんですけど、マスゲンってやっぱ、あれですかね、マスだったんですかね。最近バスゲンですかね。え、何？あのマスゲン、名前マスゲンってマスってそうマスなのかなと思ったんですけど、最近バスだからマスゲンなのかバスゲンなのかなと。あ、名前はあれですよ、本名から来てるんですよ。あ、そうなんですか。はい。なんか、うん、たまに通ってます。フィッシュさん、俺の方がマスゲンファンだな。俺全部知ってるから。そうなんですか。俺だってもういろんな情報調べてるから。もうちょ、ま、あの、ごちゃんとかも読み込んじゃってるから。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。一回、吉井さんもなんか、にちゃん、え、ごちゃんのさ、なんかコメント読みとかやってて、それちょっと受けたんですけど。ああ。なんか、大して、今日は大して、ろくなこと書いてるやついねえとか言ってたんですよ、すいません。ああいうの好きでしたけど。ちょっとリサーチ入れてるんですね、じゃあ。マスゲンさん、ごちゃんとか見ますか？見ない？腹立つか見ない？あ、そっか。いろいろ書かれてるから、そこでね、情報がね、いっぱい入ってくる。あ、こういう感じなんや、ファン心理は。あれ、裏の声だから見た方がいいっすよ。そんなけなされてないから。全然けなされてない。それ女の子に対する執着かな？あの子が。全然けなされてないよ。一回見たら勉強になる。あれ、書かれるだけでもステータスじゃないですか。そのレベルですもんね。すごいですよね、お二人はね。うん。まあもう俺はもうダンコはこんなって言ったけど。ってことないじゃないですか。いや俺でも魚神さんが昔、うん、水槽にワーム貼り付けてブツブツ言ってたのとか超好きだったんですけどね。謎のワーム作るやつとか。ああ。ワーム4つぐらいくっつけてつけるやつとかすごいですね。あったね。やっぱり、尖ってる姿勢が魚神さんかなと思ってるんですよ。うわ。いや、俺、ちょっと自慢して、俺、あげちんなのかなと思って、俺。マスケンさん怒らんで聞いてほしいんだけど、俺、あげちんなのかなと思って。俺がね、初めに見つけたんだよ、マスケンって。俺が見つけたんやね。あ、この子伸びるよ、言って。そうだよ。あ、この子伸びる子だよ、って動画を勝手に確か撮った気がするな、この子伸びるよ、って。うん。で、王ちゃんも、あ、この子伸びるよ、つって。で、伸びたでしょ。結局俺、あげちんなのかなと思って、めっちゃ。いや、あげちんっていうよりか、そういうのを見抜く目はすごいですよね。いやいや、あげちんなんだよ、俺。あげちんじゃなくて見抜く目がすごいんじゃないですか。うん。